れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、セリアさんから発売されているラインカッターと、それからマグネットリリーサー。これやばいですよね、マグネットリリーサー。釣りでよくルアーとかですね、釣りよくやってる方はもう必需品といいますか、こう100円、税込み110円で売られています、セリアさんです。でこれはですね、色が5色ありまして、私確認してるところ、グレーとレッドとブルーとシルバー、ちょっとブラックですね、なんか数種類ありました。でまあラインカットは黒ブラックでしたので、一応色を合わせるということで、まあちょっと合わせたいなと思ったので2ついい色揃いました。これでですね、ちょっとした便利グッズを作っていきたいと思います。してみました。これはですね、ダイソーさんでも売られてます。このキーチェーンがですねついてます。キーチェーンはねちょっと引っ張るとですね、プチッと切れてしまいますので、まあ、あんまり釣りにはあまり向いてないのかなと思ったので、まあ、アドバンテージはねあまりないと思いますので、まあ、あえてなしでもいいかな、どっちみち取っちゃいますので、まあ、本体だけでっていう、セリアさんはね本体だけなのでこれを買ってみました。であとマグネットリリーサーはこんな感じになっております。カラビナですね、カラビナもこう結構強力な、ちょっと力入れないとこうこんな感じですね、すごいね、バネが効いてますね。あとリリーサーの方がですね、こういうマグネット式でなってまして、これをこんな感じですね、磁石がねついてます。それでですね、結構磁石もまあ100円とは思えないぐらいですね。まあAmazon さんとかでよく売ってる結構安めのですね、リリーサーも私持ってるんですけど、まあ、それとほとんど遜色ないですね。やっぱりイリジムの磁石に比べるとですね、まあ強力ではないんですけども、まあ、小物とかをですね保持するための磁力はちゃんとあると思います。でですね、ここにリングついてますので、ここにリングをかけてみたいと思います。リングもそんなにペラペラでもなくですね、ちょうどいい感じですかね。多分ですね、これ錆びると思うんですよね。なので海水とかで使われた時には水洗いかなんかをちょっとした方がいいかなって思いますね。防錆の装備は処理はしてないと思いますので、錆びるとは思います。もちろんマグネットの部分も錆びると思いますので、海水で利用された後はですね、丸洗いするといいですね。こんな感じでどうですかね、ライフジャケットとかゲームベストとかの D-管部分とかにちょっと吊り下げていくと、好きな時にここでパッとこう使いますね。まあナイロンとかフロロはねスパスパ切れると思うので、そういう検証動画もありますので、一応ですね P ラインで
ラインとかはどうかなと思うんですけど、普通に普通にテンションかければ切れますね。まあ普通の切れ味ではないでしょうかね。普通にこう切れますね。切れちゃいますので、普通に切れます。思ったより切れます。こんな感じで、こう挟んでちょっとキュッと手首を回すればスッと 切れますね、なのでまあ切れ味としてはまあ普通、通常のハサミとそう変わらないということだと思います。それですね、あの問題はですね、こういう感じですね。ちょっと見て、手品でも何でもないですけど、ですね、こう見て、わかります。磁力をですね、ちょっと見ていただきたいなと思って、こういう感じで、この辺まで来るともう、もう反応して引き合ってますね。おお。おお結構ですね、この100円とは思えないですね。ちょっとこういう感じでどうですか。こんな感じですよね。もうこの辺まで来るともう人の力ではこう制御できないぐらいまでこう引っ張り合ってしまいますね。何キロぐらい、何グラムぐらいまでっていうちょっとわからないんですけど、まあ400〜500グラムぐらい程度でしたら、まあ全然いいと思いますね。これまで絡んでしまうぐらいですから。あとですね、このこういう風にしてね、保持するのもありかもしれません。こう取っちゃって、このカッターだけ、そうすればその刃物の部分がね、露出しないで済みますので、ただこれ強く振るとですね、多分ポロッと取れてしまいますので、まあ、なんかカバーかなんかがこうちょこっとここなんかこう。何かはめれるものが、かぶせれるものがあれば、まあ、手作りのものでも何でも、指サックみたいのでもいいですけど、なんかここにですね、覆うものがあればですね、安全ですよね。こんな感じでですね、200円ですね、マグネットリリーサー付きの、ラインカッターの出来上がりになりました。もしよかったらですね、皆さんもちょっと一回試されてみたらね、いかがかなと思います。こう既製品を買うとですね、もうやっぱり本当に1000円近くしたりしますので、こういうカッターと、まあ、リリーサーとなんかこうスプラッ、いろいろストラップとかがついたようなやつですかね。でここもこことここにストラップをつければですね、まあ、リリースこの外した後もこうつながってますね。なくすこともないですし、それはそれでありですよね。私の場合はまあこう外してこのストラップがね、こう結構邪魔になったりすると嫌なので、まあ、ちょっとこういう感じでですね、まあ、内緒は安いですからね、リーズナブルなもんですから、まあダメになったらまた同じものを作ればいいものですから、まあ、セリアさんからね、このマグネットリリーサーが出てたってことにです、相当驚きをね覚えました。まあ、今日はそんな動画で申し訳ありませんけども、まあ、皆さんのね釣りライフがより良きものになりますように願いを込めまして動画にさせていただきました。今回はどうもご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方ですね、していただけるとすごく励みになります。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。
て。